アムステルダムのウェスキアード墓地にあるファンザンテンの名が刻まれた墓標。ヤーコプルイ・フェルトハイゼンファンザンテンはオランダの航空機パイロット飛行教官。航空史上最悪の死者を出したテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故で KLM オランダ航空のボーイング747に機長として登場し事故死した。ヤーコプルイ・フェルトハイゼンファンザンテンは1927年。 オランダのリ世セで生まれた。1947年6月21日に自家用操縦士ライセンスを、1950年4月18日に事業用操縦士ライセンスを取得した。1950年から KLM オランダ航空で飛行ディレクターとして働き始め、1951年にはダグラス d c 3で副操縦士としての任についた。 1952年9月22日にフライトラジオテレフォンオペレーターライセンスを1956年10月19日にはエアライントランスポートパイロットライセンスを1963年8月6日にはフライトナビゲーターライセンスを取得した1971年1月23日ファンザンテンはボーイング747のタイプレーティングを得た同年 彼は二人の同僚と共にアメリカのシアトルに向かい、KLM オランダ航空として初となるボーイング747の引き渡し飛行に加わった。1977年にテネリフェ空港事故が起きるまでに11,700飛行時間を経験し、そのうち1,545時間がボーイング747によるものであった。彼は航空路線での普段の業務に加え、 ボーイング747の主任飛行教官にも抜擢されたていた。1977年に彼が亡くなった時点で、KLM のボーイング747パイロットは全員が彼の担当下で訓練を受け、また、KLM の飛行訓練部門の長も務めていた。国際定期航空操縦士協会連合会の会長であり1978年まで、 KLM で機長を務めていたジャンバーテルスキーはファンザンテンの同期で個人的な信仰があった。彼の著書ディザスターズ・イン・ザ・エアーではファンザンテンの人柄について次のように述べている。真面目で内向的な人間だが率直で有効的な機質だった。彼は勤勉なタイプであり、社のボーイング747システムにおけるパイロットの熟練者とみなされていた。 彼は他人との協力関係を大事にし、フライト中は副機長たちに自分のことをファンザンテン機長ではなく、ヤープと呼ばせるようにしていた。テネリフェ空港衝突事故の直前、KLM の広告キャンペーンにファンザンテンの写真が使われていた。これは一般には、社内での高い地位を反映したものと受け止められているが、ジャンバーテルスキーによると、彼が起用されたのはターンに当時、 KLM 広報の取材に応じられる機長が彼しかいなかったからだという。事故の方を聞いた KLM の幹部たちはファンザンテンに社内調査を引きさせようとしたが彼自身が事故に巻き込まれてしまっていた。ファンザンテンはオランダのサッセンハイムに暮らしていた。妻と二人の子供が残された。1977年3月27日。 スペインのテネリフェ島にあるロスロデオス空港の滑走路上で2機のボーイング747が衝突する事故が起き、583人が死亡した。これは航空史上最悪の死者を出した事故である。KLM 航空4805便に乗っていたファンザン店を含む248人の乗員乗客全員とパンナム航空1736便の335人が なくなった。事故当時、同空港唯一の滑走路は濃霧に覆われていた。ファンザン県の KLM 機は離陸許可なしで離陸を、試み、完成の指示で滑走路上をバックタクシングしていたパンナム機に衝突した。滑走路上を移動する間に、KLM の乗員たちは背後をパンナム機がバックタクシングしてきていることに気づいていたが、離陸開始の段階ではすでに滑走路上から、 退去していると信じ込んでいた。濃霧のためパンナ向きの死人は不可能だった。残典の行動の原因には他にも、管制とのコミュニケーションの問題などのいくつもの要素があった。彼は、管制から出発準備許可を得たことをもって離陸許可を得たと誤解し、一方で、管制等側は、KLM4805 便が指示通りに滑走路上で待機していると考えていた。 ファンザンテンは以下の航空機のタイプレーティングを得ていた。ありがとうございます。